別れようもう他あっとけばいいんだって。これがカリーベルスの、はい、わっ俺お前のこと考えていったんだよ。好きにしろ、これがだけでいい。はい、お疲れ様です。今日の動画ですか、今日は主役一曲だな。とりあえず報告を皆さんに、視聴者の人にそうだね、皆さんに。まだ社長には俺僕から言ってないんだと思う。あ、そうかな、いいのかしか聞いてないな。ちょっととりあえずちょっと終わりましょう。ただまた付き合ったってことですね。そうです。やりましょう、決まるんだよ。はい、静かに。で、はい、情報仕入れて、はい、お父さんお母さん、今の北山パパと北山ママの現場の目の前でみんなでちょっとなんか集まって飲んどる、はい、だからミオのお父さんたちの杖とか先輩だよね、はい、大丈夫、お前一発で殴られるんちゃう、はい、よろしくあ、コンビニだろ違うって、言いたいことがあるんで来たんだよ。言いたいことがあるね、言いたいことがあるんで来たんだよ、ミオ。まだ二人、はい、ミオ、はい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 、こちらの気持ちを聞いてください。言いたいことあるんだろ、言いたいことあるんだろ。前は一回別れたんですけど、はい、もう一回やらせていただくことだよ。やらせていただく、何をやらせてもらう、何をやらせてもらう、あ、しょ、ごめんだろうな、先がこれからはやるでしょ。あお母さんが何か言うことありますか。お母さんが何もない、お母さんが何もない、お父さんから何か言うことないですか。お父さん、お父さんが何か言うことないですか。何も言うことないよ。制限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 から何か言うことないですか。いいですか。どうするのって今言って、大事にできるの。おい、ちっちゃいな、おい。とりあえずじゃあ皆さん、半年以上に1万円の方、お手を挙げください。半年以内に分かれる1万円かけれる方、お手を挙げください。オッズは3倍になっております。オッズは3倍、向こうも上げとる、向こうも上げとる。より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 はい、ずっとだね、ずっとだね、あ、ずっとずっとに100万言いましたよ、今動画になったら。結婚、結婚に100万オッズは100倍です。はい、じゃあ帰ろうか。ありがとうございました。お酒してます。あ、ちょっと待って、優しい。じゃあ、オチオチオチ、別れたりくっついたりバカみたいなあれを好きなの、許してくれるなら、許せるなら、ああしてあげて。あんな、あんな、あれが義理の息子が、なんでマジで、だからもう何お前彼女ぶっ飛んだ、お前今聞いた、今聞いた、もう別れとったくせ、今聞いた、食べれるよな、もうお父さんが出したもん食べれんの。アレルギーないの、アレルギーないの。アレルギーはないな、アレルギーはまずいぞ。アレルギーとかないでしょ。アレルギーだったらまずいよ。あ、お父さんにもらったもん、あ、今なんて言った、お父さんがもらったもん、なんて言った、マジマジ。義理のお父さんからもらったやつの、マジマジ。まだ義理のお父さんだ。じゃあゲームにしよう、これかけたもんね、あれだけど、まあ、1000円半年以内に別れるか付き合うかで1000円かける人。成立するか分からんよ、全員別れるか聞くか教えて。もし、半年以内に結婚したらどうなるの。お前それが軽いね。軽いね。真剣に考えとんの。いや、それを考えてつけとんの。ですよね。お前なんでお前それが軽いね。付き合ってきて経験も僕あるんで、でも結婚としたし、あ、じゃあそういう考えだの。だからやり直します。だからやり直します。
うわお前、飲んでよ、お前ちゃんちゃん、お前内藤さん、お前、気をつけ、キモいって、お前、気をつけるよ、お前、酔っ払って余計なこと言うの。いやいや、もうほんとそれ、サービスしろよ。一つだけ言うな、結婚するな。いや、俺はした方がいいと思う。俺はした方がいいと思う。俺はした方がいい。結婚は絶対離婚するから。そんなことはない。もう今じゃ、それじゃ、いや、よっぽど余計。じゃ、そのタイプじゃないもん、オチとかあなたみたいなタイプじゃないもん。もう本当に俺と同じだから、もう分かる。違う。クソだから。俺そうじゃない。クソは集まっとんだから、お前は。クソは変わるぞ。じゃあ、まあいいよ、ミオが言うのせるじゃないですか。あやちゃんじゃないもん。もう照れ焼き持ちやけど、あの。じゃあそれは嬉しいじゃん。いや絶対に悪くなる。絶対になな今結婚しちゃったらね。俺は許さん。俺反対。反対か。なみおが、まあ、25までは。これはね怖いから。そうだからもうそのもうあやちゃんじゃないもん。違う。あやちゃんのって。え、うん、じゃあいいけどまあ完璧求めとるから。まあまあこいつは。もうこいつは絶対にクソだろ。俺は、お前の話でそういう熱い話だよ。ここ関係なしだよ。じゃあ、まあ、浮気を許せるなら、別に。まあ、こいつは俺は保証する。絶対浮気する。そんなさ、真剣にやっとんの？俺は真剣ですよ。いいが別に。いや、結婚はでもダメ。結婚はダメ。もう付き合おうが別れようが、もう他あっとけばいいんだって。なんでも俺にらんのんだ、お前。わっ、俺お前のこと考えていったんだよ。俺どっちかって言うよ、身寄りの味方なんだよ。俺思うけど。俺知ってると思うよ。目は完璧だよ。今死んだね、泣いてるよ。泣いてないんですけど。マフィオ出てない。俺が泣けてきたよ。泣け。俺はそれ、心配してるんだよ。いいよ、マフィオ。心配してるんだよ。しろ。もうじゃあいい。すねてどっか行くよ、しめしめ。はい、視聴者皆さん、素晴らしい家族と素晴らしいカップルと素晴らしい仲間で本日お送りいたしました。まず2人のしめの前に一言、足場次第の買い取りと工具オンラインセミナー工具、まあこれペラペラペラって出てると思いますが、よろしくお願いします。はい、じゃあまあみんな祝福されていい気持ちだろうと思いますが、最後締めていただけますでしょうか。お願いします。最高ペースの社長の社長にあげろっていうのも言うんだったら全員言えばいいだから。なかなかラブラブだなお前ら。いい感じだな。そう、お前だけの人からなんだろう。俺視聴者にな、視聴者に向かって。はい、写真入れて。こんな僕らですけど、温かい目で見てください。いやー、見れんだろう。もうそれは無理だろう。だってさ、なんでだってそれはもう無理やないか。だって一回別れてんだもん。ああ、まあいいよ。でもお前らもう次別れたらどっちが悪いとか、もう俺もうオチにも謝罪ついてかんぞ。お前ら自分たちは謝りに行けよ。ええんか、いいんか、ええよ。なんか、ええよ。そんなどうだった、あ、いや、ええよ。そうなのか。いや、だから、ええもう僕らも。